イズチチーカー、皆さんこんにちは、チカです。多くの方からオバマ大統領の退任スピーチ、フェアウェルスピーチを解説してくださいというリクエストがあったので、今日はそのリクエストに答えてみたいと思います。あくまでも英語の観点からの解説にはなりますが、スピーチのテーマと流れとメッセージが分かるような部分をピックアップしてお話ししていきたいと思います。実際スピーチをご覧になった方はご存知かと思うんですけれど、めちゃくちゃ長いんです。なのでほんの一部にはなるんですけれど、ちょっとでも理解が深まったり新しい英語の表現の勉強になったらと思います。もしこちらの動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねを忘れないでください。 Alright guys, shall we get started?細かな内容に入る前に全体像なんですけれど、まあ、スピーチのテーマはその民主主義の大切さとか、民主主義の価値観とか、民主主義に大切なのは国民一人一人だよっていうようなメッセージのスピーチでした。めちゃくちゃ簡単にまとめると、まだ見てない方も結構いるかと思いますので、 Democracy can buckle when it gives into fear. 民主主義は恐怖に負けてしまうと押しつぶされてしまいます。これは主にテロの話をしています。で、buckle っていう言葉はプレッシャーで折れたり潰れたりすることです。 My knees buckled in fear. My knees buckled in fear というと、恐怖で膝がガクンと崩れることを言ったりします。あと give in、 give into っていうのは折れるとか負けるっていう意味ですね。 give into fear っていうのは単純に恐怖を感じるだけではなくて、それに負けて相手の思う通りに操られてしまうというような意味が含まれています。よく日常的にも使うんですけれど、例えば子供が夜遅くにお菓子を食べたいって騒ぎ出します。 Please, 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 can I just have one more cookie? 髪の毛を引っ張り始めたり、もうとにかく騒いでる時に Okay, I give in, you can have one more cookie と言ったり、逆に I'm not giving in, I'm not giving in, I'm not giving in って言うと、負けないよ、折れないよという意味です。で、 give upとすごく似てるんですけれど、 give up は諦める、 give in は負ける、折れるという違いがあります。だから let's be vigilant but not afraid、 外からのいろんなプレッシャーとかいろんな恐怖に対して用心深くいる必要はあるけれど、恐れてはいけない。 After my election there was talk of a post-racial AmericaSuch a vision, however well-intended, was never realistic. Post-racial America というのは、人種差別や人種に対する先入観などがないアメリカを指す言葉です。まあ、実際存在しないアメリカなんですけれど、そのアイディア。ポストは後という意味で、例えば post-war economic boom っていうと、戦後の経済成長。日本語の後と同じように使われます。オバマが大統領になった時はもうアメリカ中がその黒人が大統領になった、すごく hopeful、 希望にあふれている雰囲気があって、 post racial America がやっと来たっていう感覚になっていた方も結構多くて、でも実際それは現実的じゃなかった。ただ race relations are better than they were 10 or 20 or 30 years agoYou can see it not just in statistics, but in the attitudes of young Americans across the political spectrum. 昔に比べたらだいぶ人種の問題も良くなってきている。それは数字で見えるだけではなくて、若い人たちの、若者たちのその姿勢でも感じられる。But we're not where we need to be. All of us have more work to do. まだまだやることがあります。Going forward, we must uphold laws against discrimination.今後は差別を禁じる法律を支持していかないといけない。But laws alone won't be enough. Hearts must change. ただし法律だけでは不十分で、みんなの心が変わらないといけないです。For every two steps forward, it often feels we take one step back. But the long sweep of America has been defined by forward motion. なかなかスムーズに進まないけれど、全体を、アメリカの全体を見ると進んでいるじゃないですか。It needs you.Not just when there's an election, not just when your own narrow interest is at stake, but over the full span of a lifetime. 民主主義は皆さんを必要としています。あと自分の関心があるところが問われる時だけではなく、もう常に生涯において。At stake っていうのはかかっている、その問われる。例えば、My life is at stake っていうと、もう命がかかっている。If you're tired of arguing with strangers on the internet,Try to talk with one in real life. If something needs fixing, lace up your shoes and do some organizing. If you're disappointed by your elected officials,
grab a clipboard, get some signatures, and run for office yourself. Show up, dive in, persevere. これは何においてでもそうですよね。やっぱり文句を言うのはすごく簡単だけれど、じゃあそれをどうやって変えていこうっていうのにフォーカスして、自分が何をできるのかっていうのを考えるのが大事だという。で、このように皆さんにこういうことをしてほしい、みんなの不満があったら何か自分で変えていこうと言った後に、最後に家族への感謝の気持ち。こちらちょっと結構長くなってしまうので、2つのパーツに分けたいと思います。なので今日はこれまでにしておきます。パート2はまた水曜日にアップしますので、そちらをぜひチェックしてみてください。I will see you guys again on Wednesday. Bye!